死んで償うつもりだ。お父様、私が行きます。お父というのは私が悪いの。お土産にバラの花を頼んだりするから。お父、お姉様、心配なさらないで、私
違う。でもどうしてあんな姿をしているのかしら。昔昔この城に悪い魔女がやってきて、城全体に恐ろしい呪いをかけました。お城の者はバラの花よ、隔離されてしまい、できない。
分かったよ、ベル。いきなりすまなかった。今日は疲れただろう。食事が済んだら休みなさい。おやすみ。